ゼ、ゼニコはダメ、もう使っちゃう。コがダメだね。ああ、うん、ゼニ様とかやっぱ上に見ないとな、最新の。ゼニッペとか。ゼニッペ好きにしろい新しい言葉作るか。え、まあ、果肉って、うん、あ、そうだ、脱線したわ。やっぱり刺身が、うん、あんま良くなかったのかなと。ほう。まあ、日頃あんまいいもん食ってないのもあって、うん、久しぶりにこれ1人前しゃぶしゃぶ6800円か、うん、高いね。やっぱいいもん食って、うん、5時ぐらいにもう食って、はい、もう食ってる途中でお腹怪しかったんだよな。あ、え、カニアレルギーとかではない？いや違うね。違う違う。で、便秘4日でしょ、うんうん、4日目の腹プラス、うん、カニしゃぶ、まあ、その時点でちょっとお腹が怪しい。美味しいもの食って、うん、腸が動き出したんだよ。わ、これうめうめっつって。あ、そうかもしんない。活発化したのかもしれない。それで出たんだわ。でも2時間ぐらいで、うん、K さんに、いやもうちょっと今日はもうちょっとすいません放送で帰りますわ。トイレ行けよそのまんま不吉な予感がしたんだよ。このまま店のトイレを使うと危ういと、うん、あー詰まったりとか、うん、生命的な危険を感じたんだよね、うん、これ危ういと、はい、急いでタクシーで家帰って、うん、速攻トイレ駆け込んで。タクシー間に合ってよかったの。そしたらもうその時のトイレを、うん、いや見せなかったわそのトイレの状況を見たくねえよ。え、だって便器から血便器から血がはみ出るんだよ、わかる？はい、すごすぎて。枠から？なんか手術現場みたいになってたもんねそこだけ回復手術のなんか便、うん、その状況。あ、便器がお腹になってる感じ。そうそうそうはい、初めてだったよ、便器の上まで血が飛び散るのが、うん、うわ、どうなってんのそれケツの穴ってちっちゃいのにすごい勢いで噴出したならきっとこうしかも横にな何ショットガンタックビル装備じゃないんだからケツに真横に血が噴出したんだろう、うん、もう地獄絵図だった。ほんと見せなかった、はい、写真撮るべきだっただからこの菊の御紋の線がこう横に一発ピシッて開いた、そうイメージ、ショットセルみたいなのあったんだろうねピャオーってしかも一回じゃ終わんなくて怖くてさ、うん、そんなビシャ出たから、はい、やべえなこれと思って出さずにちょっと我慢して出さずに、うん、最近血がまず鮮血がブシャいったから、うん、これやべえなと思ってあ、何ブツは出てないのまだまだまだブツ出てない。あ、じゃあもう奥からちょっと出た、うん、うん、奥からグッと来た時に、うん、避けたんだ。ドクターマリオのカプセルみたいなのが一回出たんだけど、その瞬間にもう鮮血がブシャいったから、はい、これ以上の本陣を出すのは、うん、これ多分死ぬなと思って、うん、腰まで裂けるかもしれないし、そうで拭いて、うん、でベッドでこう安静にしてて、うん、でも血は垂れてくるでしょ。そうね、そうそうすぐ塞がらないからな、うん、これやばいなと思ってティッシュをおしめ買おうかなと思ったんだけど、その時点でね血用の、はい、でもそんなのないし買いに行く余裕もないから、うん、ティッシュをこうお尻とパンツの間に、うん、敷いて、うん、でもシクシク泣きながら寝てたんだけどさ、トイレットペーパーの芯ケツに刺しとけばなんでだよ血が出てるっつってんのなんで幹部に刺激を。ロールのこの芯じゃない、ごめん、本体を横にしてさ、うん、こうケツの穴にこう、いや痛いんだって。あ、幹部が裂けるだろう。そっか、それでなんか1時間2時間ぐらいして、うんうん、で時間前で7時50分ぐらいに、はい、で放送その日僕予定してたのよ、うん、グラディウスやるって、ね、グラディウスやるつもりだったのよ、うん、水曜日だったから、うん、でそのもう待てないでしょ、さすがにグラディウスの時に本陣出しとかないと気も気じゃないし、うんうん、そうね、シューティングガチでやりたいしで、うん、我慢しながらのシューティングが無理、いよいよ消して、はい、まあ、血も止まっただろうと、うん、7時50分いよいよ血止まったと思って、はい、うん、トイレでいよ消して、うん、さあこいつってバン踏ん張ったら、うん、本陣とともに、うん、雨あられ、これまで見たことあるの血のプシューってか音が鳴ったんだよね、おビリってどこが鳴ったんだろうな、菊の御紋あたりからブルーン鳴ったの、鳴ったね、はい、あんな音聞きたくないな、うん、血からケツからビリって音、うん、物は出たの、
物は出て血も出てなんか臓物みたいなのも出た、うん、まあ多分臓物はバチンバチン出てたよ。最初の血がこう固まって、うん、固まった血が出たんだと思う。臓物っぽく見えた。あそうだね、最初に出てたやつら。いや叫びながら出してももう出すしかないから途中まで出たらもう出すわー、うん、わーって言ったら出すしかないだろ。そう、わーわーってもう怖いけどわーのために一個ずつやるでしょ。そう、嫉妬で一緒にもう出し切るしかないと、うん、やっぱその後再起不能になったね。ゲツはそれだけ出たもん。もう無理だと、血がダクダク出るから。座るのも痛い。座るのは痛くない。もうとにかく血が止まらないんだよね。あートイレットペーパーとかティッシュとかで泣く泣くまたお尻に血当てながら、うん、今日放送できませんと、うん、はい、まあ集中もできんわな、その状態じゃできんわね、うん、なんか怖かったわ。玉出してんだか血出してんだか分かんないもんな。ほんとだよ。どっちから出てるのかも分かんないしね、前か後ろか。だから便秘なんだね多分、うん、便秘が一番ダメだね僕の場合はと思う。血っていうかさ、まあ、切れ字自体はさ、うん、やっぱ次の日には治るわけよ。そうね、大体塞がる、うん、ただその便秘だからさ、うん、1回1回が硬いわけだよ、硬、うん、いし量もあるしでかいし。でコーラック買った、うん、また前回買ってすぐ捨てちゃったけど、うん、1錠ずつ飲んで、はい、なんとか毎日出すようにしてやるわ、うんうん、おじいちゃんならもうそこだけ聞くと困るよ。便秘はおじいちゃんなんかな、便秘悩んでんの女性じゃないの。あおばあちゃんか。いや若い女性じゃない、便秘悩んでんのって。同じだと思う僕。うちの母親今便秘で困って毎日下剤飲んでるわ、うん、やっぱ女性の方がやっぱり便秘で困るよね、うん、僕も同じく悩みを共にしてるから、はい、一緒に悩もう便秘で。映像のセレナーで僕の思いは空雪になって君に降る。